1レース勝利、阿部武富騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。気温が先週と比べて一気に上がりましたけど、レースの最中など感じるものいかがでしょうか。まあ、そうですね、まあ、レース中は感じないんですけど、終わってからも汗が湧き出るように吹いてます。馬場には影響ありそうですね。そうですね、まあ、先週までの天気も悪くてちょっと軽めだったんですけど、まあ、今日はね、今週は埃出てるし、ちょっと、まあ、渋くなってきてるかなと思います。やはり気温の影響は受けてそうですね。そうですね、さて、今日から開催が変わってですね、この後2歳戦始まりますけれども、2レースから、はい、一部クラス規定重量が10キロ重くなるんですけど、このあたりどうですか、ジョッキー心理として阿部武富騎手は何か感じるところありますか。まあ、10キロを回しとった分、まあ、道中の流れがね、ちょっといつもより若干変わるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、道中息入れたら降りて、しっかり受けさせるので、まあ、その辺も考慮しながらレースに乗りたいと思いました。引き続き期待しております。一流勝利、阿部武富騎手でした。ありがとうございました。